僕は旅人美容師のウーパー。世界中の孤児院やスラム街を中心に、主に子供たちへ無料のヘアカットやポートレートのプレゼントをして旅をしています。前回同じドミトリーの部屋になったリナとジョグジャカルタをバイク旅、山の上から眺める朝日や海の見える公園から眺める夕日が最高でした。日本に送るお土産も街で購入し、ついにジョグジャカルタも最終日。3週間のインドネシア旅を終え、国際空港から次の国シンガポールを目指します。今日も行ってきます。じゃあエアコン止めて、もう誰もいないんでね、部屋電気消して、ゴミ捨てて、よいしょ、最後の街散策行きましょうね。よっ、 OK。 いや、あっという間だったな。なんかジョグジャカルタ楽しかったんだろうな。インドネシア自体あっという間だったもんな。はい、こんにちは。でね、ちょっと散策中汗かくんで、お水をいただいて、お水チャージしといて、郵便局によってね、ちょっと荷物普通のちっちゃい郵便局で送れるか聞くのと、梱包用のなんか段ボールとかもしあれば、あとプチプチ系があればいいなと思って、だから街の方に行くのと、あと写真を撮るという目的で行きましょう。あ、ハラ、行ってきます。だけな、今日もなんか朝の方が暑かった気がすんな。あと、もう今日夕方はチェックアウトしてエアポート、空港に行っちゃうので、あの初日のね、夜から何回か通ったなんか定食屋みたいな、なんか店員さんもすげえいい感じな気さくなお店があるんだけど、そこでもうね、11時半開店で今も12時近いから開店してるので、あれ月曜日、あぶねー、月曜日定休日なんだよねって言ってた。あぶねー、今日火曜日、ラッキー。あ、むしろ昨日行かなくてよかったな。昨日ね、行こうか悩んだんだけど、昨日別の店で済ませちゃったんだよね。いや、よかった。まあちょっとね、お別れを言いつつ、なんか何かしら、何食おうかな。なんかメニューがやっぱ、まあインドネシアどこのお店もそうだけど、メニューが充実しててね、どれも美味しいんで悩むよね。でもほんと米から麺から、麺もなんか種類がいろいろあったりとかで、あとスープ、あ、まあスープか、スープに麺が入って、こうなんかこう肉団子とか入ったようなのも美味しかったりとか、いや悩むんですよね毎回。結構旅中どの町もだいたい1週間とか生活してるから、いずれも言えるんだけど、なんかこういった大通りからなんか細い路地まで、まあなんか宿周りに関しては、なんか本当にもうなんか近所って感じのなんかね、もう飯はこれ食いたかったらここ行ってとか、なんかそういった、だから1週間あると本当になんかその地に少し馴染むし、なんならなんか今日もここのコンビニで朝のナタテココの飲み物買ったら、あら、もしかしてこの前息子の髪切ってくださった美容師さんみたいな感じで、この前なんか3日目ぐらいに行った盲学校のね、生徒さんのお母さんだったみたいで、まあ、あの時はいなかった方だったんだけど、多分お母さん自体に話を聞いたのか、まあ、直接ねお子さんにもう会ってのあれなのか、そう、いや、ありがとねって言って、またインドネシアいらっしゃいねっていうお話をしてくれたりとか、そういうなんかやっぱり嬉しいですよね。なんか直接的に関わった人たちと仲良くなるのはもちろん、なんかそういう間接的に名前を、もしかしてウッパさんみたいな感じでこう覚えてもらったりとか、
声かけてもらったりとか、うん、なんか SNS 上とかでもそうなんですけど、本当になんか嬉しいなって思います。そういう人が一人増えるごとに、どんどんなんかこの街に対してとか、この国に対してのなんかこう親しみがね、自分の中でも増していくのがなんか本当にわかるんで、あのフィリピン以上に言葉が通じなくて、本当に最初はどうなることかと思いましたけど、本当にこう終わってみるっていうか、ほぼほぼこうやってね過ぎ去ってみると、なんか思いがあれば、大きい障害にはならないなって感じましたね。食べよう。ハロー。ハロー。ハロー。What are you doing now? I wanna take lunch. 粿条。粿条。粿条。Fried or with soup? Soup. With soup. With soup. Prefer with chicken or just egg?Chicken? Chicken. Okay, chicken. Okay. Yeah. Okay, yes. Upa. Ah, upa. Yeah, thank you. today is last day in here. Yeah, this afternoon I go to airport. Airport? Yeah. And go to Bali or? Go to Singapore. Tomorrow early morning. Tomorrow morning? Yeah.カードを見せてくれてる、取っといてくれてる。すごい、なんかお店のお兄さんがトラディショナルフードも食べた方がいいよって言ってもらって、で多分だけど今日昼これここで食ったら明日の朝までは食べないんで、まあ、がっつり食べれるのは嬉しいです。ありがとうございます。Okay, is it the egg? This is from flour. Flour? Flour. Flour. Usually, this you can with chili. Chili? Or chili. Okay, okay. Thank you. Okay, I try this.というわけで、シロップって言ったかな。いただきましょう。すごい。Okay. うまそう。Thank you. うまそうだぞ。でこのね、キュウリがうまいんですよ。まずさっぱりして。いや、このシロップと一緒にね、シロップもだいぶ食べちゃったけど今。美味しいわ。全部美味しい。いただきます。Come back again to Jogja. Okay. Okay. See you again. See you again. Thank you.よっしゃ。今とりあえずね、Google マップで調べて、なんか近いところにあるこのポストオフィス来たんだけど、なんかセンターがあるらしくて、ポストオフィスセンターがあるらしくて、そこだったらもう荷物さえ持ってけば、なんか段ボールとかに詰めてやってくれるよってことだったんで、ちょっとそれをそこに一回行ってもう一回ちょっと聞いてみようかなと思います。もう今お腹いっぱいだからね、歩いて消化しつつ消化しつつ、なるほどな、何度も通ってて、この辺なんかでっけえのいっぱいあるなって思ったけど、この辺がそういう郵便局とか銀行とかのでかい、なんかそういうセンター的な、
感じだったのか。めっちゃ目の前通ってたわ俺。いやーちょっと分かったわ。でなんだかんだもうこれマリオボロ通り目の前だったわ。だから郵便局行って聞いたらマリオボロ通りでやること済ませて、そんで宿戻ろう。そしたらマジ最短距離で済みそうだわ。よかったよかった。というわけで着きました。これ関東ポストヨグヤカルタ。よし入って聞いてみよう。はい、というわけで今いろいろ中でね、なんか英語のおじちゃんがいろいろ教えてくれて、僕今回お土産の服を家に送りたいのと、あとねちょっと動画用に持ってきたジンバルがめちゃくちゃ重くて、正直もね使わないなってなったんですよ。で送りたいんだけど、ジンバルはちょっと中にバッテリーが内蔵されてるからその点がちょっと難しいと、郵送はできないってなってしまったんで、とりあえずお土産だけ家に送ろうかなって思います。あとちょっとパッキングしながらね、ちょっと選別して、なんか他にそういうバッテリー系じゃなくてもういらないなっていうようなものはまとめて送っちゃおうかなと思いますね。はい、あーサヤトランフォトグラファージャパンプレゼン。デリマカシ。Thank you. Thank you. Thank you. From Japan. Yes, from Japan. I'm okay. Thank you. Thank you. さまさま。Can I take photo? Yeah. Okay. Where from? Japan. Japan. Yeah.See you! See you! Bye bye! See you again! Bye bye! ありがとう！ありがとう！バイバイ！バイバイ！ I check out! Okay? Okay, finish! Thank you! Thank you for one week! See you again! Okay! というわけで、ナオホステルさん、ありがとうございましたということでね、これから7時なんですけど孤児院に向かいます。よし、で孤児院に向かってみんな挨拶して空港を向かいます。ハロー。ハロー。ハロー。ヘイ。はい、I leave today. Wow, I get mad. Let's sit down. Okay. みんないるんかな？静かだな。そう、音楽聞こえてるからまたカラオケやってんのかと思ったら院長先生のギタータイムだった。Did you eat? Nasi goreng. Nasi goreng. Yeah, I love. I love. Biringe. Aku pak. Dong Jakarta berpikir. Jelas minggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.
Maybe that's the nasi goreng. Oh yeah. In this time. I got a grab car. He don't? Yeah, we can. Oh, okay. Thank you. Thank you. Thank you. See you again. Again, yeah. See you again. Bye bye. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. Good. Safe for you. Okay. I'm a bar. I'm a bar. Yes. Okay. Ja, see you again. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. まあ、そういうわけで着きましてはジョグジャカルタ国際エアポートです。ちょっとどこで寝ていいんだろう。ちょっと出発方面向かいますか。とりあえず、いやもうね、怖いよ。この国際出発こっちっていう決まり方いいのかな。本当に本当にさ、あ、いや本当に合ってんの。え、マジでゾンビ出てこない。怖いよ。いやそりゃ早朝の便を取った俺が悪いよ、そりゃ。で、あわよくば空港で寝泊まりしちゃおうなんてさ、俺が悪いよ、100。それは認めるけど、そんな怖い育しなくたって、いいじゃない。空港だぜ。ちょ、ようやくなんか、人気も出てくるんじゃないのかも。明るさ、この明るさ、ちょっと作業しよう。 YouTube やろう。あと写真もね、最後ちょっとジョグジャカルタのマリオボロ通りで撮った人とかいて、これダメだ。これはいけないわ。壊しちゃうわ。え、な、よいしょ。3時ぐらいからね、明るくなって電気もついてくれて、まああんま寝れなかったけど、さすがにちょっと外すぎるね。うん。はい。ジャカルタインターナショナルエアポート行きましょう。もうね、ちょうど俺が乗る6時20分の便はチェックイン始まってるみたいなんで、B20 から B22 行きます。よいしょ。ようやく入れるジョグジャカルタ空港。いやでもありがたいことに、やっぱ早朝のこの便だからめっちゃ空いてるね、チェックインカウンター。よし、チェックインも終わりまして、いやチェックインが早すぎたからめちゃくちゃまた暇やん。めちゃくちゃ暇やん。マジでまだまだなんだよね。もうなんか荷物検査も全然並んでなかったから、6時20分出発でまだ5時なんでね。でも早朝だからこういうお店もやってないし、ジョグジャカルタ空港ラウンジもないし、どうしましょうね。ちょっと寝ようかな。ゲートっつうか、搭乗口の前で。まあどの空港もそうだけど可愛いっすよね、なんかこのデザイン。
天気はね、この通り、快晴です。